ポートランド。ポートランドはアメリカ海軍の重巡洋艦。ポートランド90巡洋艦の一番艦。艦名はメイン州ポートランドにちなむ。ポートランドの建造は1929年2月13日に認可された。1930年2月17日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチールで寄港し、1932年5月21日に、 ラルフリー・ブルックス夫人によって、水、1933年2月23日に、艦長 H カイリアリー大佐の指揮下収益した。1933年4月1日に、ボストンを出港し、ポートランドは4月3日に、ニューヨーク州に到着する。翌晩、飛行船アクローンが、海上に墜落したとの知らせを受け、ポートランドは、その36分後に出港した。 ポートランドは現場に到着した最初の官邸となり、救助及び探索を開始した。この事故で航空局長であるウィリアム・ウェイ・モフェット、提督を含む73名が滅ぼした。ポートランドは1935年10月2日にカリフォルニア州サンディエゴを出港し、フランクリン・ルーズベルト大統領が上官したヒューストンに続いた。 翌日大統領とその一行は魚釣りを楽しむ。パナマといくつかの港を訪問した後、二隻の巡洋艦はサウスカロライナ州チャールストンへ向かい、大統領はここで下艦した。太平洋艦隊の演習中に、ポートランドは1936年5月20日に初めて赤道を越えた。その後戦争が始まるまでポートランドは第五巡洋船隊の一部として、 平時訓練と親善訪問を続けた。日本軍による真珠湾攻撃当日、ポートランドは空母部隊と共にミッドウェイ島に向かう途中にあった。その後1942年5月まで西海岸、ハワイ、フィジーで作戦活動を行う。ポートランドはトーマスシーキンケイド少将を率いる攻撃部隊に所属し、 日本軍が5月4日から8日にかけて行ったポートモレスビー攻略に伴う35回海戦に参加した。この戦いで空母レキシントンが失われ、ポートランドはレキシントンの生存者722名を救出した。続くミッドウェイ海戦ではフランク・ J ・フレッチャー少将率いる第7任務部隊に所属し空母の護衛任務を担当した。8月7日から9日には ソロモン諸島のガダルカナル島、ツラギ島に上陸する海兵隊の支援を行う。その後同海域に泊まり連合軍の補給船の防衛任務に従事した。8月23日から25日にかけて行われた第二次ソロモン海戦では連合軍は日本軍のガダルカナル島への増援を阻止することに成功した。その後ポートランドは一旦引き返し、 舞台に再合流するため、軽巡洋艦ジュノーを伴って、南太平洋に向かった。その途中の10月15日、ポートランドとジュノーは、タラワ南方を通過中、砲撃訓練を兼ねて、タラワ在泊中の測量艦畜子に対して、艦砲射撃を行い、ついでタラワに入港しつつあった、特設巡洋艦浮島丸大阪商船、4730トン、特設旧カテ艦ン日立丸。 日産汽船6540トン駆逐艦湯月に対して砲撃を行った。砲撃により畜死のない家庭が沈没したほか、日立丸の便乗者に死傷者が出た。ポートランドはタラワのほか、マイアナの両艦症に対しても砲撃を行い、ジュノオも赤道以南のギルバート諸島内を遊力。さらに特設艦指定2隻がポートランド及び、 ジュノーと接触した後行方不明となった。日本側は反撃のため97式大帝と一式立候を繰り出したが、ポートランドとジュノーはすでに去った後だ。10月26日、27日の南太平洋海戦においてポートランドは空母エンタープライズの護衛を担当した。2週間後、第3次ソロモン海戦に参加する。日本軍は ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場への艦砲射撃のため、安倍十条が指揮する戦艦飛衛、霧島を中心とした艦隊を送り込み、これに対してアメリカ軍はキャラハン少将の指揮する重巡洋二隻、軽巡洋艦三隻、駆逐艦八隻からなる艦隊で応戦することとなる。11月13日1時58分、ポートランドは右縁に巨雷の直撃を受ける。 スクリュー2本を損傷し火事は5度右に傾いた。また3番砲塔の溶断塔が損傷し砲塔は旋回不能となった。火事の損傷はバラスト調整による角度修正で補われたが、航行要員の補充は行えず、艦は右方向への旋回を余儀なくされた。一度目の旋回が終わろうとするとき、比例が炎上する他の艦の炎によって照らされ、ポートランドは 前方の砲塔で射撃を行った。比叡も応射したものの命中することはなく、ポートランドは8インチ砲4門による一斉射撃で比叡に直撃弾を与えた。6時30分、以前戦界中であったポートランドは放棄された、駆逐艦 U 立の船体に対して6マイルの距離から砲撃を行う。6度目の一斉射撃の後夕立は爆発、転覆し5分以内に沈没した。 上陸用集艇及び港内小海底。タグボートの支援を受けポートランドは11月14日に、つらぎ島に停泊した。続いて、オーストラリアのシドニーに栄光され応急修理が施される。サモア及び新珠湾を経由して、1943年3月3日に、ベアアイランド海軍造船所に到着した。南部カリフォルニア水域で運用訓練を行った後、 ポートランドは5月後半にアリューシャン列島に向けて出港し、6月11日に到着、7月26日にキスカ島に向けて砲撃を開始する。8月17日に小キスカ島への偵察上陸部隊に対する支援射撃を行った後、戦場を離脱し、9月23日に真珠湾に到着、10月初めにサンフランシスコに帰還する。 その後10月半ばに再び、真珠湾に到着した。1943年11月から1944年2月まで、ポートランドはギルバート・マーシャル諸島の戦いに参加した。その後3月30日、4月1日に、パラオ、ヤップ、ウルシー干渉、ウォレアイ干渉に対する空母攻撃部隊の護衛を行った。ポートランドは続いて、空母部隊とに、 ポーランディア、タナメラへの上陸支援を4月21日から24日にかけて行う。その後トラック島攻撃部隊の一部として、他の5隻の巡洋艦、駆逐艦と共に北方に向かい、ポートランドはサターン艦賞への砲撃を行った。一連の任務が完了するとポートランドは、オーバーホールのためメア,アイランド海軍造船所へ向かう。 オーバーホール後戦線復帰すると9月12日から14日にかけてペリリュー島への上陸前艦砲射を行った。上陸作戦は9月15日に始まり、ポートランドは5日間にわたって支援射撃を行い、日本軍の拠点を破壊した。ポートランドは9月29日までペリリューで艦砲射撃を行い、その後マヌス島のゼイアドラー湾に向かった。続いて、 フィリピンへの攻撃部隊に加わったポートランドは10月17日にレーテ島に到着、翌日レーテ湾に入りした。ポートランドは上陸前艦砲射撃を行い、日本軍の抵抗を撃退した。10月24日から25日にかけて行われたレーテ沖海戦は太平洋戦争における最大規模の海戦となった。10月25日未明のスリガオ海海戦では、 西村昌司中将率いる日本艦隊とゼシービー、オルデンドフ少将率いるアメリカ艦隊の砲撃戦となる。日本艦隊は海峡を交差したが、アメリカ艦隊による定時戦法で集中砲火を浴び、戦艦や真っ白、輸も沈没、西村中将も戦死し、壊滅状態となった。1945年1月3日から3月1日まで、ポートランドは、 リンガエン湾、コレヒドールでの戦いに参加した。1月5日にリンガエン湾沖に到着、ボリナオ岬へ砲撃を行い、同日湾内に入ると東岸部への砲撃を開始した。しかし、日本軍による激しい特攻が始まり、砲撃は直ちに中止された。ポートランドは2月15日にマニラ湾に入り、コレヒドール東南岸に対して上陸前の砲撃を始める。 その後3月1日にレ0テ湾に帰還し5ヶ月ぶりの修理及び補給に入る3月26日から4月20日まで沖縄戦での支援作戦に従事したポートランドは24回の敵の攻撃を受け敵機4機を撃墜2機の破壊を支援した5月8日から沖縄に対する砲撃及び占領支援を行い6月17日に移住作業の タメレーテ島に向かう。8月6日に中条湾に到着すると維持作業及び訓練を開始する。8月15日に日本は降伏し、ポートランドはジョージ・ディ・マレー中将の帰還となる。ポートランドはトラック島に向かい、ここでニミッツ提督の代理となるマレー中将が日本軍の降伏調印文書を受けした。ポートランドは9月21日に 真珠湾を訪れ、24日まで停泊した。真珠湾では600名の機関兵を上艦させた。10月8日にパナマ運河を通過、10月27日にメイン州ポートランドで海軍記念日の記念式典参加する。1946年3月11日にフィラデルフィア海軍造船所に入り、不活性化及び予備役艦隊への配属が行われた。 ポートランドは1946年7月12日にフィラデルフィアで退役し、1959年3月1日に除籍された。1959年10月6日にニューヨークのユニオンミネラルズアロイ社に売却され、1961年から62年にかけてフロリダ州パナマシティのウェインライト造船所解体された。ポートランドは 第二次世界大戦の選考で16個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。